知ってる？健康経営。企業が従業員の健康管理を経営課題として捉え、健康保持・増進に向けた活動に取り組む健康経営の考え方が広まりつつあります。この番組では健康経営に取り組む静岡県内の企業を紹介していきます。こちらは袋井市にある日健フード株式会社。弊社は今年で創業54年になります。畜肉、農産物、海産物を抽出加工した天然調味料や茶葉を抽出した業務用インスタントティーなどの健康志向食品の製造・販売・研究をしています。では社員の健康に関してどのような取り組みを行っているのでしょうか。一般的な健康管理はもちろんのこと、コミュニケーションルームでの卓球場やトレーニングマシーンも自由にいつでも使えるようにしています。その中で弊社は社員食堂を充実させ、社員の健康をサポートしています。社員食堂担当の管理栄養士八木さんに伺いました。献立の作成、食材の発注、調理を通して全社員の栄養管理をしています。また弊社内で発生した食品残骸を利用して堆肥を作り、敷地内の自社農園で使用しています。有機ジャス認証を取得し、収穫された有機野菜や果物などの作物はバイキング形式の社員食堂で提供し、社員の栄養バランスをサポートしています。具体的に効果はあったのでしょうか。社員の方に話を伺いました。バイキング形式なので、自分の体調に合わせて量を調節できるので、栄養バランスの取れた食事が取ることができます。それでは健康宣言をお願いします。社員食堂の充実で全社員の健康をサポートします。お仕事頑張ります。